師匠に8割手放すと人生変わるよって言われたからだね、はい、終わった後にこう人生が変わるわけではなく、はい、やってる最中からこう変化があったっていうことかな、うん、だよ、はい、今日もどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。だよ、ほう、徹底解説、大王のナンバーワンメソッド、うん、全シャリについて、うん、もっとください。本当にもういつくらいからやってるんですか、大王。多分ね、はい、もう10年ぐらい経ちますね。10年、多分、はい、多分10年ぐらい前からね、言ってますね、はい、なんかきっかけとかあったんですか。師匠に8割手放すと人生変わるよって言われたからだね、はい、あ、そうなんですね、うん、で、まあそれをやってる最中からなんかいろいろ変わってきたっていうのが面白いよね。終わった後にこう人生が変わるわけではなく、はい、やってる最中からこう変化があったっていうことかな、うんうんうん。大王から見てその変化ある人と変化ない人って何が違うと思う。答えはすごい明確。明確。この答えはもうこれ以外ない。もう僕のところには事後報告が、うん、そうっすよね、75億万件ぐらい来てるから。10年間の成果が75億万ですもんね。いや、もう本当に大量の事後報告をいただいてる中で、はい、本当に人生が劇的に変わっていく人っていうのはこれしかないっていう、もう僕の中で結論が出てますね、うん、はい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 、うん、いいですか、うん、いただいても。いや、これは詳しくは次回に。あ、次回に。まあ、せめてこの動画の後半にでお願いしてもいいですか。いや、本当にね、はい、そのいろんな方たちが報告してくれますよ。はいはい、そうですよね、これやったらこんな風になりましたとか、うん、みんな大王から教わったんですもんね。いやいや、それは僕から教わったかどうか知らないけども、うん、まあいろんなね報告してくれますけれども、そういう方たち、いろんなパターンの人たちがいるけど、本当に思うのは、人生が大きく変わった人たちっていうのは、はい、あることをしてるから人生が変わるっていう、うん、ただいまより講演情報をあなたにお届けするよ。急ですね。急ですよ。大王、僕たちいろんなとこに行くんですよ。行きます。9月15、仙台、仙台アガスティア。そして9月20、東京でまさみと出版記念公演。はい。そして9月25、能形、能形、再生カドリさん、私ジャニーさん、行きます。そして9月27、10月14が、まさみと出版記念公演で、9月27日が大阪、大阪、そして10月14が名古屋、名古屋、そして10月21日東京ドーム。ありがとうございます。僕の中ではもうこれしかないっていう。だから僕もそうだったし、うん、その人生変えた人たちも全部そうなんだよね。それは全シャリかけるそれってことですね。そうだね、うんうん、そういうこと。どういう面持ち、マインドでその全シャリに取り組むかってことだね。あ、なるほど、うん、そういうなんか全シャリのあり方みたいなのがあるんですか。あり方あるね。あ、そうなんですね、うん、だって人生劇的に変えてる人ってもうそれしかいないんだもん。あ、そうなんですね、うん、もうそれしかいない。この全シャリしようと思ってもやっぱり途中で止まってしまう人とかは、うん、そこが足りてなかったりする。そうだね、はい、僕いつも言うよ、はい、人生は0か100だって、はいはい、うん、やるならやる、やらないならやらない、もうどっちかしかない。だから中途半端な実践は中途半端な人生にしかなっていかないので、うん、まあ自分がどういう気持ちでそれをやっていくのかっていうところだよね。そんな中でこう本当に結果を出す方々、うん、まあこの10年間本当たくさんの方々の自己報告を受けている中で、とにかく皆さんこう結果が出る人というのは、うん、一瞬で終わらす方たちなんだよね。あ、全シャリを一瞬で終わらす方たち。一瞬で終わらす方たち。だからダラ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 やって人生変わりましたっていう事後報告は実は来たことがないんだな。あ、そうなんですね、うん、だからもう一瞬で終わらす方たち、最初の時間で。そうだからもうスイッチ入っちゃってるから一瞬でやるんだよね。だって僕も寝ずにやってね、一日で終わったから。あ、そうなんですね、うん、だから一番多いパターンは業者呼んだって人たちかな。業者を呼んで、例えばほら2トントラック 10往復しましたみたいな方いるじゃない、はいはいはい、います。もうああいう人は本当に劇的に変わっていくね。うん、そうなんですね、うん、これなんでそんなに劇的に変わってくるんですか。いや、だからもう一瞬で、時間ですよ。あ、時間ですか。時間だね、うん、だってみんな事後報告してくる人たちって、うん、みんな一瞬で終わらせた人たちだからね。この時間が短ければ短いほどいい。短い。だからみんな業者使ってるよね。あ、そうですね、みんな業者使ってる。そうですよね、うん、だって個人の家で2トントラック持ってる人少ないですもんね。いないね。いないですよね、うん、で2トントラックの人たちって男衆が来るじゃないですか、うん、
どっから来たのっていうぐらい、うん、男たちが部屋の中に来て、そうだね、持ってってくれます、ね、持ってってくれるね、一瞬で持ってってくれるね、一瞬で持ってってくれます、ね、うん、そうやってスピード感を持ってやっていくと、だから結局人生はさ、やっぱスピード感だからね、はい、人生ってスピード感なの、スピード感だね、あ、そうなんですね、だから宇宙のバイオリズムに乗っていくためには、はい、やっぱスピードに乗っていくっていうのはすごい重要なんだよね、そうなんですか、そう、スピード重視だね、みんなスピードの重視さ弱いですね、だから言うじゃん、チャンスの神様は前髪しかいないとかって言うじゃん、前髪しかいないってどういうことですか、チャンスの神様って前髪しかいないじゃん、前髪どういうことですか、ちょっとイメージが追いつかないんですよ、チャンスの神様は前髪しかいないですから、そうだよ、それでロマンスの神様は後ろ髪しかないじゃない、ロマンスの神様は後ろ髪しかない、ロマンスできないじゃないですか、ロマンスできない、ロマンスできるよ、後ろ髪しかない神様はロマンスできない、うん、じゃあできるできるできるんですか、できる、ここ可愛いんですか、めちゃくちゃ可愛い、あ、そうなんですね、めちゃくちゃ可愛い、後ろ髪しかなくても、うん、可愛かったらフォローできる、うん、あ、そうなんですね、だから本当に一瞬ですよ、うん、チャンスの神様なんて、うん、一瞬で、だってあの人たちってね、はい、ボルトより早いんだよ、ああ、そうなんですか、ボルトはそう、人類最強ですね、すごい勢いで駆け抜けていくんだよ、はいはいはい、その人止めるためにはもう、うん、タックルするしかないじゃない、まあそうですね、うん、経営関係ないな、経営関係ないです、経営関係ないです、うん、タックルで止めるな、経営関係ないです、毛がないから早いんだよ。どういうことですか。どういうことですか。空気抵抗ないじゃない。空気抵抗そうです。いや、そんな毛があるなしと空気抵抗は考えたことない。確かにボルトはそうですね。だからそういうのをスピード感を持ってやる人っていうのが、はいはい、やっぱチャンスの神様のやっぱ前髪を掴める人なんだよね。あ、そうなんですね、うん。だからチャンスの神様の前髪を掴むためには、うん、スピード感を持って臨まなきゃダメなんだよ。うんうん、だら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 やっやってたんでは人生変わらないわけですよ、うん、だからもうそこはスイッチ入れて、はい、やるならやるってやった人が人生変えていくわけだね、そうだからすごい面白いなと思うよ ね、 面白いね、だってみんなねこう報告してくる方々というのは、うん、みんな一瞬で終わらせてるからね、うん、一瞬で終わらせてると、しかもこれもねやってる最中からなんか面白い現象が降りかかってくるっていうのがめちゃくちゃ面白いんだよ、いやすごいっす、ね、そ終わった後に何かあるんだろうな、うん、やってる最中からもうすでになんか奇跡が起きているって、これなんでそんなことが起きるかというと ね、 うね、これまさしく前倒しの法則ってやつなんですよ、何の、はい、前倒しの法則というのは、うん、結局上から見てる人は知ってるわけですよ、うん、この人はやり遂げんのかそれとも途中で諦めんのか、うん、全部知ってるわけですよ、だから結局面白いことがある人というのは、うん、やり遂げる人しかいないわけですよ、ってことは神様はこの人はやり遂げるのかやり遂げないのか全部知ってるわけですよ、うんうん、やり遂げるって分かってるから、うん、じゃあ面白いもの見せてあげるよって言ってやってる最中から面白いことを見せてくれるんだよ、だからやってる最中から面白いことが起きなかったらもしかしたらその後も多分その人はやり遂げてないのかもしれないね、そうですね、だからやり遂げるというふうに決めてやってる人というのはおそらく面白いことがあると思うんだよね、ああそうなんですね、やり遂げるとしてもなんかその後に継続しなかったりだとか、うん、そうなるとやっぱ前出し押しの法則は発生しない、発生しないね、そうなんですね、うん、だから上から見てる人はさ全部ご存知ですからね、うんうん、そういった意味で、まあ、この人がやり遂げるそして成し遂げると分かっているので、うん、前倒しの法則で面白い現象を見せてくれると、そんな風になってんじゃないのかなと勝手に思ってるけどね、だからこれ物を手放すだけの話じゃないですよね、いやもう全てのことに関してね、あこれ全てなんですね、全てのことに関して言えばね、全てに応用できる、はい、全てですね、この人は人に最後まで親切にし続けるってことが分かってるから、そうそうそう、神様ご褒美をあげたくなる、うん、そうそう、あげたくなるじゃない、なるなるなる、うん、いい人にはあげたい、そういい人にはね何かしらこう面白いものを見せてあげたいじゃない、うん、そうですね、だから奇跡を起こしてあげたいですね、うん、そういうのがやっぱりある人は面白いことがね降りかかってくるんだろうなと思うよね、そうですね、うん、本当になんかいい人いっぱいいるじゃないですかこの世界には、いやいっぱいいるよね、いっぱいいますよね、うん、でこの人たちがしっかり最後まで成し遂げる、どうしたらなんかその成し遂げる背中みたいなの見せられるんですか、いやもう自分がやるって決めることだよ、あもう自分は最後までやり遂げるんだ、じゃあこれ誰でもできますね、誰だってできるよ、うん、誰だってできる、みんなに救いがありますね、あります、うん、もうぜひやってほしいなと思うよね、やってほしいですね、やってほしいですね、うん、だからねまず業者頼むのが一番手っ取り早いんじゃないのかなと思うね、あ分かりやすいですね、だからみんなここでお金使いたくないんだよね、自分の財布からお金を出すことすごく嫌がるんだけども、うん、ここでも積極的にお金を出してとにかくスピード感を持っていくっていうことにフォーカスしないと、うん、そこで出したお金なんか運気上がればいくらでも入ってくるんだから、うん、まずはやってみようよってことだよね、そうですね、うん、何でもテストしてみないと分かんないですもん、ね、分かんない、やってみないと分かんない、ダイオンもいろいろ今までやってきましたもんね、実験、いやいっぱいやってきましたよ、もうね数えきれないぐらい失敗もしてきましたよ、うん、エジソンぐらい失敗してきましたよ、発明王であり失敗王のエジソン、うんうん、ダイオンはそれを継ぐ人材ってことですね、いやいっぱい失敗しましたね、発明をですね、じゃあ、うん、ほぼほぼだけどまあ失敗、はい、まあ、正確には失敗じゃないよね、うん
あ、経験ですか。もちろん経験体験だし、はい、その失敗を重ねれば重ねるほど成功へ近づいてるってことだよね。大王、うん、幸運にもですね、うん、エジソンも似たようなこと言ってます。お、はい、大王もしかしてエジソンの生まれ変わりですか。なんて言ってんの。これは失敗したんじゃない、うん、この方法ではうまくいかないということが分かっただけだ。エジソンと同じこと言ってますよ大王。本当にね、うん、やりましょうよってことですよ本当に、うん、もうスピード感を持ってとにかくつべこべ言わずに実践していこうと、はい、家から物を手放していこうと、うん、多分大型あるじゃないソファーとかさ、はい、あります。なんか食器棚とか本棚とか、うん、いろいろなでかいのあるじゃない、うん、あります。まあ、ああいうのをもう業者に頼めばもう一瞬で持ってってくれるんでね、今すぐにでもね、まあ、やってみてほしいなと思いますよ。そうですね、うん、だから床面積を妨げていてこれ使ってないよな、これいらないよなって思うものがあったらもうすぐに電話してですね、うん、持ってってもらえばいいんじゃないのかなと思いますよ。そうですね、うん、その後の変化、うん、楽しみにしててほしいですね。そうですね、それぜひコメントほしいですね。はい、欲しいですね。私も手放しましたけど点点点、うん、ぜひね、うん、やったね、事後報告していただきたいと思いますよ、うん、面白いことありますよ、本当にね。そうですね、うん、ぜひですね、物を手放して新しい本当の自分に出会ってください。ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントも新しくなりましたので登録お願いします。お願いします。桜庭地域ファンクラブ、夜のツタンカーメンオンラインサロン、あなたの知らない世界を覗いてみませんか。僕の主張がたくさん出てるからね。 YouTube では語れないこと、 YouTube ではさ本当のこと言えないんで、本当のことが言えないオンラインサロン、ぜひ覗いてみて、ぜひ仲間になってください。